こんにちは。いつもご覧くださいましてありがとうございます。はい、今日はですね、ノクターン、ショパン作曲ね、ノクターンの第17番、オーバス62-1というね、とってもね難しいノクターンなんですけれども、こちらをですね、解説しながらね、練習の、仕方というかね、進め方っていう、私が思うにね、っていうのをね、お話しできたらなっていうふうに思います。この曲だけでなくて、他の曲にも応用できるように、こういうふうな練習の進め方がありますよっていうことで、お話ししていくので、ぜひね、今ご自分が練習されているものとかね、これから弾いてみたいものっていう曲に対して、応用してやってみてくださいね。はい、ひとまずね、この第17番冒頭の部分からやってみたいと思うんですけれども、もうこう衝撃的なというか、なんかこうドラマチックな始まり方ですよね。このね、最初この、こうね、何が始まるんだろう、今からこう、物語のこう、うわーっとこう本を開けたようなね、なんかそういう感じがしますよ。幕が開くとかね。カーテンを開けるとかね、なんかそういう何かがこう始まるという感じがしますよね。で、今私使っているのこれね、パデフスキー版という、こちらのね、黄色いクリーム色の、表紙で有名な、出版社ですけれども、フォルテって書いてあります。して、今ね、画面に出てると思いますけれども、音がずーっとこれずーっと、がこう重なってこう伸びていくっていう風に書いてあるわけですよね。そうで、もうこのね、最初のね、この2小節アルペジオのところとこの全音符の伸ばすところ、これ弾くだけでもね、めちゃくちゃいっぱいやることがあるんです。このこれだけでも、ちょっとね、長くなっちゃうかもしれないんだけど、ここだけでね、まずね、このアルペジオの、例えばもう最初この指番号ですよね。このね、パデレフスキー版に書いてあるのはね、5、3、2、1、あ、1ね。で、1、2、3、1だろうと思うんですよね。で、これと、こう左右っていう風に書いてあるんですけれども、これね、なんこうものすごい手が大きいヨーロッパの方とかねだとね、なんか問題ないかもしれないんだけれども、やっぱり小柄な、人が弾く場合、やっぱり手もちっちゃいと思うんですよね。で、鍵盤の大きさは世界で変わらないですよね。だから自分が体が対応するしかないわけですよ、ピアノに。だからそう書いてあるからって言って、必ずしもそれを絶対ね、守って弾くっていうふうにはね、あんまり思ってない方がいいと思うんですね。あくまでも指番号を参考として、見てみたらいいと思います。これがもう世界共通、万人に通じます、この指番号みたいなのはないと思うので、臨機応変にね、変えたらいいと思います。そのショパンが書いてるね、その意図とするものですよね。何を書いてあるかっていうことだけ崩さなければ、指番号はいいと思います。崩したことによって、例えば、とか、何かね、こう、書いてあることが変わってしまうっていうのはまずいんですけれども、その範囲内でしたら、ご自分のやりやすい番号、これだといいんじゃないかなっていうことで変えて大丈夫だと思うんで、それは細かく研究してくださいね。そう、ご自分の指と対話をするということですよね。そう。で、私はね、このね、ドーソードーっていう、打ちてるな、ドーソードーっていうのはこう片手でいけるわけですよ。でも、ずーっとつなぎとけっていうのは無理なんだけど、もちろんペダルを使うんですけれども、例えば、で、この、ソーシーっていうのを右で取って、
聞くっていうのもありかなと思います。要はこれが4拍伸びればいいわけですよね、このハーモニーがね。なので、例えば大半のピアニストの方はどこ行くと思うんですよ。もしくはこの右手のこれだけでもずっとね伸ばしてられるっていうことを考えると、っていうことも考えられますよね。そうすると次の和音にこう引きずれるわけですね。2が共通音として残りますので1の指でね、それもいいかなと思います。とかね、考え方はいろいろあると思いますけれども、ここに書いてあるっていうのはこうフォルテなんですね。だからフォルテって強くっていうふうに解釈もちろんできますけれども、ここでは、このノクターンの中のフォルテってあんまり攻撃的なフォルテじゃないと思うんですよね。なのでこうあったかく広いフォルテであるという解釈でどうですかね。フォルテ強く、ピアノ弱くみたいなね。ただ単に大きいかちっちゃいかっていうことではなくて、例えば幅広くとか優しくとか丁寧にとか、囁くようにとか、いろんな形容詞ありますよね。このフォルテ一個だけでもいろんな解釈ができるわけですよね。やっぱその引き出しをたくさん増やすということですよね。なので例えばじゃあフォルテで幅広く4拍伸ばすということを考えると、ですよね、指番号はいろいろね。ただあんまり忙しいと例えばちょっと弾きにくかったりするんであれば、いやしいんですけれども、この和音弾いた後にデクレッシェンドがかかってますよね。デクレッシェンドっていうのはピアノってこう弾いたらもうあと音がどん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 ちっちゃくなるしかないわけですよね。一回これを弾いたらもうどんなに押しても弾いても音は変わらないわけですよね。これをどん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 大きく、音を大きくってことはできないわけです。バイオリンだったらできます。弦楽器だったら一回弾いてもっと大きくすることができますけども、ピアノは打楽器ですので一回ポーンって弾いたらもうあとはもう弦がどん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 ちっちゃくなる、消えてなくなるしかないわけですね。で、その音が消えてなくなるっていうのをここに書いてあるわけです。デクレッシェンドで勝手にやるわけです、ピアノがね。なのでこの4小節伸ばすうちにどん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 ちっちゃくなりますよね。で、4拍経ったところの音量でこれを弾くんですよね。そうすることによってこのデクレッシェンドができるわけですね。このちっちゃくなるちっちゃくなるちっちゃくなるということで、これとこの和音がつながるわけです。ここにスラーが書いてあるようにね。なので、よーく自分の音、ピアノの音を聞いておくということがもうめちゃめちゃ大事になりますね。もうこのたった2小節だけでも何分喋ったかな。
たった二つの和音でね、こんなに喋んなきゃいけないっていうのがね。そう。で、もうちょっと喋ると、この二つ目のこの和音、二小節目のね、これね、私ね、届かないんですよ。左手もちろん、これとこれ。ファとラのシャープ、ファのシャープとラのシャープね。なので、アルペジオで弾くしかないんだけれども、この弾きが、アルペジオで弾く場合は、届く人は届かせてくださいね。もう大概の人は届かないんじゃないかなと思うんだけれども、これ難しいですよね。このファの音の弾き方。こうもう本当に奥だけぐらいの音量だと思います。奥だけ。鍵盤を下げるだけっていう音量ぐらいで多分ちょうどいいんじゃないかなと思うんですよね。なので、ね、このっていうのがこう、ね、これが後でつながりたいわけですよね。もうもうペダルの技もあります。もちろん、ね、ピアノにもよるけどもね、もうそれこの2小節こうドラマティックに始まる2小節ですので、しっかり研究してみてください、弾き方ね。そして、見てみると4拍伸ばして、これタリラララリラ、この速さでこのテンポでタリララタリララリララ、この4分の40弾くんだったら1、2、3、4、1、2、3、4、もう始まってるね。1、2、休み、チャリララ。で、こう入るわけですね。なので、この最初の、この全音符と全音符ね。これはフェルマータついてませんので、4拍、必ず4拍で数えるということですね。なので、弾き始めるときにちゃんとカウント、タリララリラララリララね。っていうカウントが頭に入っといてから、ですね、これ初めてのね。っていう風に数えてくださいね。フェルマータでやたらめったら伸ばさないっていうことね。そう、ちょっとコーヒーはい、じゃあ次ね、メロディー部分に入っていきますけれども、ちょっとね、前回の動画でちょっとお話ししましたけれども、右手が2声になってますっていうお話をしたんですよね。で、2声になってる部分は、こうやって練習するといいですよって言いました。右手と左手でもう指番号関係なしに、声部ごと弾いてみる。ね。まずっていうことをお話ししてみました。やってみたいと思いますね。
きました。1,2,3,4,5,6,7,8 もう8小節ね。今日は多分8小節しかいかないかな。どこになりますね。非常に、意味が深くて、すごくね、内面的なところになりますね。美しいんですけど、とってもね、とっても美しいんですけれども、非常に弾くのは難しいですね。で、じゃあ、例えばじゃあメロディーは聞こえました。じゃあ、その今左手で弾いた部分ね、弾いてみると、レー、レー、ミー、ミー、チャラ、チャラ、ダ、ダ、ダ、なってるわけですよね。もうこれがこう右手のメロディーの下でこうね、こう優しく響いてるわけですよね。で、それをじゃあ右手だけじゃあ取り出してね、今のを両手で、あ、右手でやってる、片手でね、本来楽譜のようにね、ペダルを入れて練習してください。片手ずつじゃあ弾いてって言うとね、大概みんなね、ペダルを取って練習するんですけれども、片手練習の時もペダルを入れて練習するということですね。じゃないと実際ペダル入れてるわけだから、もちろん両方やっていいと思います。ペダルなしでやって、ペダルを入れてみてやってみるっていうね。ひとまずでペダル入れてやってみますね。ファーディーラーラー。これアルペジオね。パワが、やっとこの4小節目、1,2,3,4 小節目なんですね。ここが最初、五七の和音で、ここからやっとこうハーッとね、こう、響きがやっとわかるわけですね。ああ、なるほどねっていう感じになるわけですね。そして、ドシシララソファボファボファファが3つきた。
わいい譜点。で終わるっていうね、フレーズが終わるっていう感じになってますね。こうね、右手だけ今練習してみましたけれども、もうすでに、もう音楽としてもう最初から練習しちゃうわけですね。譜読みの段階からね、なんて書いてあるのかなって思いながら、あ、アルペジオクレッシェンド、クレッシェンドだな、右手だけでもね、もう綺麗ですよね。素晴らしい音楽ですよね、右だけでもね。っていうことでね、一つ一つ、理解していかれるといいかなと思います。右手の内声がこうなってるのか、こうなってるのか、まさに、楽譜を読む、読み込むということですよね。読譜。小説読むみたいにしてね、読んでいくんですよ。そこに書いてある意味をね、考えていくということですね。それは、小説読んでても一緒ですよね。この人、あそこに行ったのか、どうすんのかなとか思うじゃん？本読みながらね。同じ、こんな風に書いてあるの、どういう意味なのかなって、同じです。音符を、言葉のように読んでいくわけですよね。そう。そして、楽器を鳴らして、音として聞いていくわけです。音として。うん。そう。そう。じゃあね、左手見てみます。左手も二声になってるとこもあるんだけれども、音がね、上にこう、四分音符が隠れてるとこがあるわけですよね。例えば、これとかね。たったこれだけなんだけれども、四分音符にはなってて、その下の音、ファの音、これも四分音符になってて、次のファの音は普通四分音符になってますよね。つまり、これはね、重なり合うっていうことになるわけですよね。こう音符的に、長さ的に弾いていくとね、ファー、ファーってあって、シー、ちょっとペダル出してやってみると、シー、伸びてファに重なってドになってファが重なって、ファはここまで伸びてなきゃいけないですよね。普天四分音符だからね。そう、これをね、片手でコントロールしなきゃいけないんですよね。これはね、何気に書いてるわけじゃないんですよ。ショパンがね、こんな風に弾けって書いてある、書いてるわけです。だからそこはね、伸ばさないといけない。なので、ペダル入れながらでいいので、ドシーファーってなります。そう。ペダルもね、どうしたら濁らないかとかね、いろいろ考えながらやってみてくださいね。指番号もそうです。これを伸ばして、これをこう弾かなくちゃいけない。私はこれ1って書いてあるんですね。でこれ5にしてもいかない。4、5にして2にして1、3でもできますよ。でいいんじゃないかな。猫、ね、のところそうこうなってますね。じゃあちょっと次ね。次ね、最初ここから始まったんだけれども、次の小節はもう一応カード上の C ですね。もうね、でここからバーバーバー、 C ファー、 C って弾いたら C のシャープからレーに伸ぶる。これに一個スラーがかかってるわけですよね。チャーリーラーリーラー、
くわけです。そしてシドレミっていう左手が続きますよね。ファミラシドレミシドレミワンブララジャル。ね、この中でもいっぱい隠れてる音符出てきてますよね。なんかね、ミミもシも、このシは不定四分音符になってますよね。で、このファの音は二分音符です。伸ばしたまま、ここまで弾いて、今度左手とこうなるわけですよね。もうこの左手弾くだけでも難しい。ペダルと一緒にやると、で最初の一章、また今度二回目、今度また同じ低いしで、次ミになった。転調しますね。モールになります。そう、このね、こう微妙なこの左手の指のこう残し方、保持の音符、保持音のところも正確にいくというところが大事になりますね。そこまで全部計算して書かれてあります。じゃあ右手も練習しました。じゃあ左手も練習しましたね。じゃあ両手で合わせてみようってなった時に、何に一番気をつけなきゃいけないかっていうのは、両手になった時のハーモニーです。右手と左手が、音符を全部弾いた時にどういう和声、ハーモニーになっているのかなっていうのを、チェックするっていうことが大事になってきますね。この1の和音のハーモニーですね。シリーズ。これが、ってなりましたね。そう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 。このハーモニー。なりましたを覚えておいてください。それとこれどこ弾いてるか分かりますかね。右手の下の音と左手の、四分音符が隠れてる音です。間に隠れてますね。それもしっかりチェックしておくこと。そしてこれが不定四分音符でした。これをね、こう長バリラ、シンコペーションのリズムになってるわけですよね。シャダダイヤラ、ここは普通に流れたいわけですよね。ウンダリララリララリラじゃなくて、ダラリダラリとこなり。ですよね。このシャープが出てきて、なんかこういうち
ちょっとこう、まあ、不協的な和音がするわけですよね。だけど、感じなんですよね。だーねえ、なんていうかな、少しこうね、痛みがあるわけですね。この綺麗なメロディーの中にうっていうところがあるわけですね。なんだけれども、これがこう優しくやっぱり解決していくわけですよね。同じだけど、少しさっきよりドラマチックになりましたよね。三連符になって、ここに装飾音が入っているということですね。で、クレッシェンドっても書いてありますので、明らかに最初のっていうのと、音で、形はもう同じなんですけれども、音符がちょっとこう違うだけれども、えらいドラマ性が違いますよね。もうこれがもうすごい作曲家のすごいとこなんですよね。なので、それはもう思いっきり汲み取って、表現していた、いきたいとね、思いますよね。ディクレッシェンドも書いてあるので、少し深い強い気持ちで2番目は行った方がいいと思うんですよね。で、次のところ。この、次のね、この8分音符が4つ揃ってますよね。これと、これからこれになって、これになって、これになって、3段目に収まるんだけれども、このね、このこれとこれとこれとこれっていうのは、全部ハーモニーが違うんですよね。だから、一個も濁れない。だから、全部ペダル踏むんであれば、もうこれペダル取ってあるけど、全部踏み替えるね。チャリラっていうのがまずあって、やらっていう解釈でもいいかもしれない。とにかく一個ずつ、ハーモニーが違うということ。この右手弾くとき左手
て8分9分がありますよね。だからそこ切らないといけない。なのでラリラリ引っ込まないでそのまま強いまま、クレッシェンドしたまま行くということになりますね。チャダダね、次の部分はまた次の動画でやりたいと思います。特にね、今弾いた最初の8小節まで、プラス2小節ね、最初の部分からやったんだけれども、細かくね、細かい練習が非常に必要です。なので、楽譜をね、よく見て、まず頭で理解をしてくださいね。まず頭で指でもう弾きまくらない。弾いて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 覚えるっていうんじゃなくて、もう理論的に頭で、もう理解していくっていうことの方が絶対いいと思いますね。特にこの、ショパンのね、この後期のノクターンになってくると、やっぱりね、すごくね、複雑です、とても。だから、なんていうかな、こう、いろんな思いがね、やっぱりたくさん入ってるんだと思うんですよね。だから、そのハーモニーの違いとか、音符の長さとか、ものすごくね、計画して書いてあるのでね、それをね、読み取って表現していかなきゃいけないっていうのは非常に、大変だと思います。これね、ショパンコンクールでもみんなよくエントリーされてる方たちいっぱい弾いてると思うんですけれども、やっぱりね、それだけ難しいからだと思うんですよね、中身がね。だからそういう意味でね、こう、例えば2声であった時は右手と左手で分けてまず弾いてみたりとかね、やって合わせた時にどうなるかな、ハーモニーとか指使いとか、そういうところから、細かくやっていくっていうのは、この曲だけじゃなくても他の曲にも、全然通じることなんでね、バッハとかやってるとそればっかりなんで、すごい勉強になると思うんですけど、なかなか、今からバッハやれっていうのは難しいかのもしれないので、だから、ご自分のね、今勉強されてる曲の中で、それをしっかりとやっていくということですよね。かなり、高度なところにはなるかもしれないけれども、ぜひね、挑戦して、やってみると、楽譜のね、読み方、捉え方っていうのがちょっとずつ変わってくると思いますね。そうするといろんな曲が弾けるようになってくるので、より楽しいと思うんですよね。だから、ぜひ、それまでね、この17番、ノキタン17番を取り上げてやってみますけれども、そういうことでちょっとこう考えながらやってみるということに挑戦してみてください。はい。じゃあ今日はね、もうほんと8小節プラス10小節ぐらいしか行きませんでしたけれども、またね、ちょこっとずつでもね、ちょっとな深く進めていこうかなと思いますので、ぜひお付き合いください。はい。では今日はここまでで終わりたいと思います。次のまた動画でお会いしましょう。さようなら。